なんだ。おい、ニコ・ロビン。エニエス・ルビー本島より緊急の報告があるらしい。緊急ってほどでもねえだろうが、予想はつくよな。頑張ってうちの兵士を5人もぶっ飛ばした麦わらのルフィがどうなったか。最強の門番オイモとカーシーを前にお前の仲間たちがどうやって踏みつぶされたか。世界政府に逆らったバカどもの慣れの果てを一緒に聞いてみようぜ。最低だなてめえ。黙れチンピラ。おい、エヘ。なあ、こちらスパンダムだ。あ、長官殿でありますか。よかった、やっと報告を。何から話していいのか。落ち着けバカ者、麦わらの一味だろ。その後どうした。ああ待て待て、いいか、情報は要点を短くまとめ大きな声ではっきりと伝えろ。しっかり殺しちまったか。まあそれも相手が弱いのがわ。侵入してきた海賊約60名に現在エニエスロビー本島内最終地点裁判所前広場まで攻め込まれました。はあ、ついで本島全門の門番オイモとカーシーも海賊側に寝返り、ただいま本島中央付近を逆走中。敵は分かる。こちらの衛兵の被害総数はおよそ2000人強。5人じゃ。そのうち1000人以上を一人でなぎ倒した船長麦わらのルフィは忽然と姿を消したため、目下捜索中であります。おそらくこれはエニエスロビーの歴史始まって以来他に類を見ない最悪の事態かと思われます。ブルーノ、あんなとこで何してる。